レイク軍はアメリカ合衆国入りの一州の北東隅、ミシガン湖岸に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は70万3462人であり、2000年の64万4356人から9.2%増加した。軍庁所在地はウォーキー岸市であり、同軍で人口最大の都市でもある。レイクはシカゴ大都市圏に属しており、 2000年国勢調査では、一人、あたり収入で、全米第31位の軍である。湖岸にある、レイクフォレストや、ハイランドパークは裕福なノースショア地域に入っている。もともとは、マクヘンリー軍の一部だったが、1839年に、現在のレイク軍を構成する軍区が分離して、設立された。アメリカ海軍五大古基地が、軍内ノースシカゴ市にある。 海軍の訓練用司令本部であり、海軍唯一の新兵訓練基地である。1839年創設時のレイク軍領域レイク軍は当初開拓されないままのプレイリーであり、ポタワトミ族インディアンが住んでいたが、1839年にイリノイ州議会によって設立された。当時はリバティビル、後のインディペンデンスグローブが軍庁所在地だった。 しかし1841年住民投票でリトルフォート、現在のウォーキー岩に移された。そこには軍政委員が州から土地を購入していた。初代軍庁舎がその土地に1844年に建設され、その建設費4000ドルのために残りの土地は売却された。初代軍庁舎は軍政委員会と監獄にのみ使われていたが、1853年に 軍政委員が管理事務所と軍の記録を収容するための建物を建設した。1875年10月19日の火事で、軍庁舎は焼けたが、軍の記録は隣接する建物にあったために救われた。この火事の後、軍庁所在地をハイランドパーク、リバティビルなど、軍の中央に位置する場所に移転する議論が持ち上がった。しかし、軍政委員はウォーキーガンに、 軍庁舎を再建することに決めた。建物の東半分が4万5千ドルの建設費で再建された。1895年、最初の監獄棟が増築され、1922年には西半分が建設された。1938年までに、軍政委員会は床面積を増やす必要に迫られ、5階の増築を承認した。 しかしこの軍庁舎は1967年に解体され、より高層の建物を建設することになった。新庁舎は監獄を付加して1969年に完成し、1970年には裁判所も増築された。その後まもなく、軍政委員会が多目的司法施設の建設を発注し、1986年にロバート・エイジ・バブコックス司法センター建設のための 土地が整地された。この建物は1982年から1988年まで軍保安官を務めたバブコックス保安官にちなんで名付けられた。この建物は軍艦獄を収容し、釈放計画を遂行し、保安官管理事務所と3つの裁判室があり、1989年に建設費2960万ドルで完成した。 その他にも、軍政府施設が建設され、軍内全体に拡張された。検察医事務所、保健部、地域社会健康センター、交通課、公共事業課及びウィンチェスターハウスなどである。レイク軍政府の管理は、軍内470平方マイルに及んでいる。歴史ある酒場兼レストランのハーフデイインは1843年に建設された。この建物はかつて、 ミルウォーキー道路とルート45、オールドハーフデー道路の角にあり、長く軍内最古の建造物だったが、2007年に解体され、小売店マンション及び調整地が建設されることになった。レイク軍の衛星写真アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1368.48平方マイルであり、このうち、 陸地443.67平方マイル、水域は924.81平方マイルで、水域率は67.58%である。水域の大半はミシガン湖であり、それ以外に90以上の湖がある。レイク群の保存森林と自然地域はレイク群森林保存地区が管理している。これらの対象にはライアーソン保存地域のような伝統的な 自然保存地域とゴルフコース及びアドレースティーブンソン邸のような歴史的な建物も含まれている。南北に長く伸びる保存地域にはハーフデーの森、オールドスクール保存森林、インディペンデンスグローブ、バンパッテンの森も含まれており、散歩、ランニング、自転車乗りに人気のあるデスプレーンズ川トレイルを含むデスプレーンズ川、グリーンウェイとなっている。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。レイク軍は18の軍区に分割されている。レイクカウンティ・タウンシップスレイク軍にはかつてマイナー野球のノーザンリーグ、後にはノースアメリカンリーグに所属していたレイクカウンティ・フィールダーズがあった。シックス・フラックス・グレート、アメリカ・ジェネシー劇場レイク軍で撮影された映画には以下のものが含まれる。 ありがとうございます。